スカイハイ率いるマネジメント、レーベル、BMSG の公式 YouTube チャンネルにてドキュメンタリー番組、ミッション ×2、ミッション2012は、毎週金曜夜9時の第2話が、20日に配信された。課題曲を選んだ理由について説明した。スカイハイ、ザ・パンプ、コラゾン、選んだ理由スカイハイは、2022年3月に、BMSG のトレーニー、育成生の中でも、ザ・ファースト、出身のラント・レイコ、第1話で新たに公表されたカイリュと生徒の4人で、疑似グループを結成。意外性のある方が良くて古い曲にしようと思って、とスカイハイが流したのは、2002年にリリースされたダパンプの、コラゾン、あまり近い世代の近い人を目標にしちゃうとスタイルが似ちゃうし、かといって遠いと参考にしようがなくなっちゃう、そういう意味でベストな楽曲、ベストなグループ、と20年前のダンス&ボーカルグループの楽曲を選んだ理由を明かした。4人は、この、コラゾン、とスカイハイが手掛けた新曲、ファンタジーの歌割りと振り付けを自分たちで考え、2022年4月22日の発表会に向けて練習を重ねる様子も公開。次回の第3話では、いよいよ発表会が行われスカイハイが審査することとなる。スカイハイ新オーディション、ミッション ×2 とは、ミッション ×2 は、2023年春に BMSG からデビュー予定の新たな8人組ダンス&ボーカルグループ、マーゼルが誕生するまでを追った新感覚オーディションドキュメンタリー番組。所属トレーニーの育成の様子や、一般公募された参加者を合わせたオーディションの模様を届ける。スカイハイ主催レーベル、BMSG、とは2020年9月18日にスカイハイが設立し、自身が代表取締役セオを務めている、BMSG。BMSG は、Be Myself グループの頭文字で、アーティストやアイドルが自分のままでいられる空間をという詩と、ブレイブ、マッシブ、サバイブ、グルーブというアーティストのあり方とを包含し、命名、才能を殺さないためにをスローガンに、クオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティシズムファーストを掲げる。現在、所属アーティストはスカイハイ、ノーベルコア、B、ファーストに加え、ザ・ファースト、出身のエルザ・ショータ、ヘディー・ボイの5組で、トレーニーとして、レイコ、ラン、ルイ・タイキ、カイリュ、生徒が所属している。